はい、ここのガラスからはもう正面海ですね、うんうん、でそしてこちら側は西側 でこちらが山側か三方向をご覧にいただけるユニットです、はい、それがここにあるもうモデルございます。よく作りましたね。ありがたいことに。でこちらがモデルなんですけれども、あのこのビルディング自体が古いものですから、ここ壁になってますが、実際のユニットは床から天井までガラス張り、さらに広がる感じ。そうです。で実際のユニットはこのガラス張りが海を向いてるんですよ。こっちが90度これ回転しなきゃいけない海ね。こっちが南側になるってことね。はい、海が広がってると、はい、正面に。ご自分のリビングルームからこのガラス張り全部が海。これがやっぱり間取り的にはいいですよね。おすすめですね、うん、で反対に言うとこちらが今、まあ、南向いてるの、本当は西も向くんですよね。西のサンセット側になると、はい、でこちらのその西側 の方にラナイがついてます。だから、リビングからの海の景色っていうのがこんな感じ。12階でもこれですね、うん、この前の目の前のビルはアズールからだと離れてますから。そうですね、うん、そしてまだ正面ではないので、うんうん、このお隣が、セントラル結構セントラル、ね、一緒ぐらいのペースで。そうですね、これも一緒ぐらいの高さになる予定。そうですね、あのトップは高さ一緒ですけれども、まあ、お気づきのようにあの天井高が低いんですよね、アズールに比べると。あ、そっか、こっちの方が天井高が、うん、なのでユニット数があちらの方が多い。多い、うん、確かにアズールの部屋数が少ない。はい、トータル330ユニットですね、うん、この辺に電車の駅が来る予定ですね。予定で、あのセントラル直結の予定ですよね、うん、この辺ですよね、いずれにしても。はい、で隣が見えないけど、あのセントラル向かいがさっきちらっと映りましたけどスカイがありまして、うん、床がこれフローリングに、はい、そうですね、こちらはプレミアムユニットですので床フローリングです。今時のフローリング、はい、で天井高も今ご覧いただいている天井高が33階まではこの高さ、33階以上がさらに高くなります。高くなる、はい、でキッチンが素敵、はい、キッチンも今ご覧いただいている電化製品、カウンタートップ、それからキャビネット、うん、ボッシュ、はい、あの電化製品はですね、キッチンのディッシュウォッシャー、かわいいです。もしかしてワンちゃん用？ペット用の、はい、考えましたね、これって、うん、ついてきます。ワンちゃんあるある、ペット飼ってる方だと。そうですね、あると便利でしょうかね、はい、全然知らんわ、こんな機能。他のコンドミニアムでは見たことないですよね、うん、考えてますね、ありがとうございます電化製品ね、あのボッシュを使ってるのはディッシュウォッシャーとマイクロウェーブなんですよ。でそれ以外プレミアムユニットだとウルフウルフっていうのは、どこでしたっけ、どこのメーカー。アメリカです。アメリカの、はい、さらにアップグレードとワンランク上ですかね、はい、なるほど。で冷蔵庫もサブゼロ、これももうあのサブゼロ、あ、いいですね、はい、さらに上ですね。あ、おしゃれおしゃれ。開けていただいていいですか、冷蔵庫。重いんですよ、うん、いいですね、日本だと業務用たっぷり入ります。はい、でこちら2ベッドルーム2バスルームですので、はい、まずセカンドバスルームとセカンドベッドルームをご案内します。こちらがセカンドバスルームですね。ゲストの方もご利用いただけると、はい、今日青いアロマシャツアズアだからアズア合わせてきました。アズアの意味は何ですか、フランス語ね。そうですね、まあ、色をですね、紺碧紺碧の海、うん、
の色バッチリよね。アラモアナビーチの、そうなんですよ、アラモアナの海とバッチリ合ってると。でこちらがセカンドベッドルームです。でベッドルームはカーペットになります。でこちらも本来は床から天井までガラス張りで、お部屋の景色としては西側ですね。今映ってる景色とは違うんですよ。西側だと本来前に建物が、ウォルマートが低いのがあるわけですね。ないよね。ウォルマートなんか景色抜けてます、ね、低いんで、本来ここはサンセットがバッチリ、まあ、見える感じかな。そうですね、方向的には。こちらがですね、はい、マスタースイーツでございますね。ここから入っていただいて、で、まあ、こちらもカーペットなんですけど床は。で、今景色こちらがね、山側の景色になりますね。イメージ、はい、まさにこんな感じ、ね、こんな感じですね。ガラス張りで、反対にこちら側の、景色がですね、本来は西側の景色で、床から天井までガラス張りと。家具はついてこないですけど、ついてこないですけど、イメージ、サイズ感を伝えたかったのね。でこれカリフォルニアキングサイズ、一番大きいベッドです。で、ご覧のようにゆったりとしたスペースですよね、うん、普通にちゃんと家具が置けるサイズです、うんなので、マスターベッドルームからは西側の景色と山側の景色を楽しんでいただける。あ、そうか、2面窓があるってことで、はい、非常に一日中明るいかなっていう。そうですね、特に午後、うん、そうですね、朝もう夜景も綺麗。夜景綺麗ですね。で続いてこちらがですね、マスターバスルームになります。で、すごい、ゆったりと浴槽、何これ大きいのがついてくる。この大きいバスタブがついてくるのは、この角部屋とあと正面のユニットのみなんです。え、窓があるんですか。まあ、これガラス張りです。どこまで。全部、うん、で今ちょっとこれブラインドついてますけれども、ブラインドがついてこない分までご自分で入れていただくようになるんですけども、ブラインドは別ですけど、後からつける感じでめちゃめちゃ気持ちいい。ここの電気消せば外から見えないんで、夜景見ながらこれお風呂。お風呂入る。へえー、めっちゃいいやん。わあ、最高。ありがとうございます。で、マスターバスルームはシンクが2つ。今日青い、あの、合わせてきました。でこちらがですね、広い。実際のユニットはここ壁なんですよ。でご覧いただいてるこのスペースがウォークインクローゼット。そこが壁ね。実際は壁が ありますけど、うん、十分広い。この棚ついてきます。ついてきませんので後でご紹介します。棚はそういう業者さんがいてるんですかね、はい、ご紹介いただけると、はい、でもまあゆったりしたスペースですよね、うん、ウォークインクローゼット。ということで、はい、こちらが今あれですか、あの在庫の状況、はい、販売状況、はい、でこちらがですね、今スクリーンでご覧いただいている41階から27階までの、在庫状況です。赤が売れてますかね、うん、はい、あ、結構売れてますね。こちらはホームページでも掲載されてる、はい、ご覧いただけます。で下の方、はい、こちらが26階から9階までの状況ですね、はい、あ、結構売れてる。先ほどのモデルルームっていうのが、はい、今この縦なんですけれども、今16階、こうやって押しましょう。でそうしますと、まあ、全然こうやって12号室、はい、プレミアムユニット、はい、プレミアムユニットですね。あ、ここの角ってことね、はい、ですので3方向の景色をご覧いただきますね、はい、これもホームページに、はい、ご覧いただきます。位置的には、うん、これが海側、南側、はい、南北に立ってまして、基本的にこの光ってるところがそうですか。はい、16階の11号室ですね。おー、すごい、はい、161、うん、
でもしかしてこのモニターの画像が、うん、はい、予想の、ビュー、はい、ビュー16階、はい、北側、先ほどの、バスルームの景色こんな感じで、マスターベッドからの景色がこれ、はい、あ、ウォールマート全然超えてますね。超えてます。モアナパシフィックが目の前にある、はい、南だと、あ、これか、16階でも、はい、おそらくもうちょっと抜け感があるんですけど、はい、そうでしょうね、はい、実際部屋から見るともっと海が近く感じられる可能性がありますね、はい、見えますね、すごい。でこれは、はい、まだ立ってないんですけど、契約はどういった感じでできるんでしたっけ、はい、こちらですね、こちらにもちろん来ていただかなくても、Eメールで契約書にサインしていただくようになるんですけれども、最初頭金が 5% です、はい、で、その契約書にサインなさった日から30日間がキャンセル期間でして、でそのキャンセル期間を超えて次のお支払いが 10% です。ですので最初に 5% で30日後に 10% トータル 15% の頭金で、残りの 85% は完成の時ですね。結構売れてますけど、はい、買われてる方っていうのは、はい、日本人の方もいてます？はい、日本人の方もいらっしゃいますし、メインはやっぱりローカルの方が多いんですね。でもこれってレンタルできるんですよね？はい、こちらはですね、30日ミニマムで貸し出し可能です。1ヶ月から貸せるっていうことは、はい、なかなかありそうでないんですけどね。半年以上が多いんで、ハワードヒュース系は全て半年ですし、価格はもう6ヶ月前ですね。この場所で1ヶ月レンタル、はい、ありえますね。自分たちが使ってない期間を貸すっていうことができますから、この場所で来年完成のアズール、アズーア、アラモアナ、どっち？日本語だと皆さんアズールっておっしゃる。じゃあ最後、香織さんに、はい、発音してもらいましょう。はい。アズール、アラモアナ。オッケー。皆さんよろしくってことで。はい、よろしくお願いいたします。はい、よかったです。もう数が限りがございますので、確かに。うん、では、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、すごいね。ここまでできてるとはね。そう、うん、早いですよね。だからその Y モダンの時もコレクションの時もそうだったけど、やっぱりその未だにこれ知らない方もいらっしゃるんですよね。でもここ通った時に車とかで、いや前回来た時にこんな綺麗なのがなかったから、うん、まだここまで早い、いつの間にって感じ。このロックダウン中に頑張ってますね、建築の方。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にご苦労様です。